用ですと、これはメモリーネットワークという、モデルを、拡張した、ニューラルセマンティックエンコーダーズという名前のモデルを提案しています。で、そのメモリーネットワークスに対して、次のような、機能が特徴がありますと。この提案手法はあくまで単語表現、エンコーダーなので単語表現を生成するモデルなので、そのコーダーのところでさまざまなタスクに応用が可能であるということ。で、あと、以前に比べてメモリーアップデートっていう機能が追加されています。で、あと、マルチプルメモリーアクセス。手法を用いることで、5つの NLP タスクにおいて有効性を示しました。で、まず、メモリネットワークスのおさらいなんですけど、これは巨大なメモリと、メモリへの読み書きなどができる機能から構成されるメモリ付きネットワークやニューラルネットワークのことです。で、例えば、クエスチョンアンサー質問応答タスクだと、クエスチョンという下の質問文に対して、その質問に対応する知識みたいなものをメモリから読み込んで、それをもとにアンサーを生成するような、ネットワークを構成しています。質問文に対して左側のセンテンシーズっていうメモリーと呼ばれる中に対応するこういうふうな事実文っていうのを蓄えておいて、クエスチョンが来たらそのセンテンシーズの中からどれにそのクエスチョンがどれに対応する文なのかをこういうふうなベクトルをの行列を表して、取ってくると。で、取ってきたのをこう最終的にプレディクテッドアンサーっていうことで、一つの単語、これだったらベッドルームっていうアンサーを生成するようなモデルでした。で、今回提案手法では、大体このような考え方がベースになってきています。はい。で、提案手法の概略図です。一番左側にメモリーがあって、一番下から、ある単語を入力したら、リード、コンポーズ、ライトっていうふうに取っていって、最終的にはその入力単語を表すようなヒデンステートを出力するようなモデルです。で、メモリーには、あらかじめ、訓練データに使われる全体の単語を格納しておきます。で、入力と出力は1単語に対して1つのベクトルです。で、最初リードのところなんですけど、こちらは、メモリーから格納されている各単語、ここではスロットって呼んでるんですけど、スロット、入力単語に対して、着目するスロットを指し示すようなベクトルを、作ります。これが ZD です。で、コンポーズでは、さっき作った ZT から、メモリーからその単語を取り出して、その単語と入力単語を組み合わせたベクトルを作ります。これが CT です。で、ライトでは、さっきの CT から出力ベクトルを作って、この HT っていうのを生成するのと、あと読み込んだ、スロットの同じ位置に、新しい状態を上書きするようなことをします。これがメモリアップデートと呼ぶ機能です。はい。で、もうちょっとこう詳しく、表したのがこの図で、インプットがザキャットサットオンザマットっていう6個の単語があって、メモリの中にはそれに対応するか、その語彙が全部含まれているような1単語ずつスロットが設定されています。で、最初リードで、ザっていう単語から関連する単語を呼び出してくるんですけど、今回はキャットっていうのに、を取ってくる
ような例なので、このキーベクターって呼ばれるものが、メモリーのどのスロットに着目するかっていうのを表したベクトルで、まあ、今回の例だとキャットって1に1が立ってて他は0になってて、もうそこだけ見るようなベクトルになっています。実際には0から1の連続子になります。でコンポーズの方で、キャットって単語を取り出して、それと入力のザとを組み合わせて、この CT っていうベクトルを作って、でライトでは、この CT から HT を出力して、でさらに、リードで使ったこのキーベクターをそのままそっくり同じものを作って、リードした位置をと同じ位置に、この新しい情報 MT っていうのを上書きするような操作をします。はい、で、こういう数式で表すとこのようになります。はい、でこのようなネットワークを、拡張するような形で、メモリを複数設置して、この入力から出力までの一つのネットワークに対して、複数のメモリを参照して出力するようなことができます。これがマルチプルメモリアクセスです。でそれと、入力から出力までのネットワークが、複数あるときを考えて、このネットワークは独立しているんですけど、それぞれ同じメモリを参照して、出力するようなことができます。でこのような、共有されているメモリから参照する、シェアドメモリアクセスというのも提案しています。はい、実験です。この論文では5つの NLP タスクで実験を行っています。最初センテンスクラシフィケーションです。でこれは、入力文を与えた時に、感情ラベルを予測するようなタスクで、エンコーダーは提案手法の NSE で、各単語のベクトルを生成して、で最終的に MP、マルチレイヤーパーセプトロンで、二次分類か落ち分類をするというアーキテクチャになっています。で、結果を見ると、ここに書いてある手法の中では一番高い結果になっています。次に、アンサーセンテンスセレクションということで、質問文、ある質問文が与えられたときに、その正解の候補文があったとして、その候補文の中から正しい回答文を選択するようなタスクです。これは、回答文側の、エンコーダーと、質問文側のエンコーダーの2つを用意します。で質問文側のエンコーダーにはアンサー側で学習したアンサー側で学習したメモリをクエスチョン側でシェアする、マルチプルメモリアクセスような感じで、クエスチョン側のメモリも参照してアンサー側のメモリも一緒に参照するというふうな形でアーキテクチャを組んでいます。で最終的に、MLP で、このアンサーとクエスチョンのペアが、正しい回答文なのか Yes No で答えるようなモデルです。で、結果のこの手法の中では一番高い結果となっています。次に、ナチュラルランゲッジインファレンスということで、ある前提を表す文と、ある仮定を表す文の2つの文のペアから、その2つが、正しい、その仮定が正しいことを言っているか、もしくはその仮定が矛盾しているか、あるいは、どちらでもない中立化をの3つを判定するタスクになっています。でこれも2つのエンコーダーを使ってて、前提を表す文のエンコーダーと、
仮説を表す文のエンコーダー2つを用意していて、この仮説の方のメモリーは、前提の方のメモリーをシェアしていて、でかつ、前提を表す文の各単語の単語列から、どの単語に着目するかをアテンションつけて、それも重み付けしているっていう風なモデルです。はい。で、結果なんですけど、この上の、一番上が、特徴量をすごいゴリゴリにしたモデルの結果で、その2つ目の段のグループが、単語分散表現を使った手法の中で比較した結果で、3つ目の段が、アテンション付きのモデルの比較になっています。で、点の手法の、単語ベクトルを用いた手法では一番高くなって、アテンション付きの結果では、一番高くはなってないという結果になっています。はい。次にドキュメントモデリングです。これは文章レベルでの感情分類をするタスクです。で、2つデータセットがあって、 IMDB っていうのが10クラスを分類する、データセットで、Yelp13 っていうのが5クラス分類をするデータセットです。で、アーキテクチャがこうなってて、1段目で分単位のベクトルを作って、で2段目でその分複数の分を組み合わせた文章ベクトルを作って、最後にソフトマックスで分類するっていう風なモデルになってて、提案手法を使った結果だと、高いスコアが出ていることが分かります。はい。で最後、ニューラルマシントランスレーションです。でこれは、LSTM のエンコーダーデコーダーモデルのアテンション付きのものをベースにして、各エンコーダーデコーダー側に提案手法を組み合わせて使うとどうなるかっていうのを比較した結果で、モデルはこの図のようにして、あの LSTM を、NSE に変えてみたいな感じでやっています。で結果を見ると、一番右のモデルの方がベースラインに比べて高いスコアになっていることが分かります。はい。とまとめです。リード、コンポーズ、ライトの3つの機能を持つニューラルセマンティックエンコーダーズを提案しています。とマルチプルシェアードメモリアクセスという機能により、特定のタスクに応じてそのアーキテクチャを柔軟に変更できるようなモデルになっています。5つの NLP タスクで実験して NSE に用いることで高い性能を示しました。以上で終わります。